この前ね、スティーブ・ジョブズのスピーチを聞いてたんですよ。はい、もう1995年のインタビューなんですけど。お<ー>、まあ、これからネットが来て、その世界が変わるんだっていう話をしてるときに、それがまあ、世界に命を、なんていうんですか吹き込むみたいな。吹き込むみたいなことを言ってるときに、こう、breathed っていうワードを使ってたんですよね。うんうん、その時になんか発音が breathed。 にちょっと聞こえたような感じがして、ちょっとこれ、ちょっと流してみるんですけど。はい、ちょっとお願いします。I think it's going to be huge. I think it's breathed. ほうち、I think it's breathed. ほ、oh, うち、I think it's breathed.、Oh, I think it's breathed.、Oh, I think it's breathed. h、oh, i n e I think it's breathed.、Oh, it breath oh, で、これ、イギリスの,あの国民アクセントでは、はい、めちゃくちゃよくあることなんですよね。例えば、<ー> I think が I think. three が free. <laughs> brother が brother mother mother はい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 。このジョブスのこの口とか見ても音聞いてもなんか V にしか聞こえないんですけど、これ図に聞こえてるんですかね大なんで、僕最初パッと聞いた時は TH の方には聞こえたんですけど、 やっぱ判断これ V じゃないですかって言われて聞くと V にしか聞こえないし <laughs> 判断ががない気がしますね、えー、もしこれが本当に V だったとしても,何,にも何の違和感もなくこれ聞,聞けてるっていうことですよね多分 Breathe に関してはそうかもしれないです他のものは結構顕著に聞き分けられるというか,かアメリカの場合子供が言うイメージがあるんですよだから歯がまだ 生え切ってないとか<ー>歯が取れたとか前とか <laughs> あ<ー>そうするともう TH の発音できないですよね僕もう言えなかったんですよ TH45 歳ぐらいまでそういうのあるんですね、uh, そうでアメリカのアクセントいろんなその地域によってのアクセントでその TH フロンティングその F と V になるっていうのはなくて確かにすごいイギリスの一つのアクセントっていう感じは しますね大人が使うと。だから僕もアメリカ発音でこれが起きてると見たことなくて、b r e a t h e d だったら確かになんか b r e a t h e d って言いにくいかもって思ったんですよね。これ b r e a t h e d と b r e a t h e d だったらどっち言いやすいですかね b r e a t h e e d b r e a t h e d 僕逆に th 慣れすぎてて、V 意識しなないいとできないできす breatheed。 あのもう一個あるんですよ。子供の頃、もう大人になってもっていう人もいますけど、R が W になっちゃう。だから僕、友達でライアン、うん、Ryan って友達いたんですけど、うん、その子、すごい、ほんとちっちゃい子の友達で、その頃、自分の名前が言えなかったんですよ。R が W になって、YN、うん。I'mYN って言って、ね、だから I believe ってなるんですよ。究極。<laughs> I believe, <laughs> あーちょっと可愛い感じじないですね I believe.It was waning.I believe. <laughs> 例えば、<laughs> ダ行がライナルやらーみたいな。ああ。じゃあ全然通じるじゃないですか。<laughs> <laughs> できたあ,あったありました。<laughs> <laughs> そういうアニメのキャラいないんすかなんかえ、日本語だったらいるじゃないですか。あはたぼうとかですよね。そう。ないないだぞーとか。いますいます。あとすぐにはあ、トゥイティーバード。あ、トゥイティーバード。<laughs> <laughs> えー、ワナー・ブラザーズの,あのバックズバニーの仲間で、黄色い鳥あれのあの敵役が、シルベスターって、言ってその子はどっちかってたの、エスが TH になっちゃういエ S が TH になっちゃう,っていう。k ォークリング、フォークティッシって言ったりするんですよ。トイティは TH が T になっちゃうんです。えー、TH が T になっちゃう。え TH が T になるちゃう。はい、あ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  なんか日本人に優しい,言い間違い。そうですねもっと言うと S も T になっちゃうんですよ、t w i t t e って。s i x とかが Tix ってことそう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 。<laughs> I thought I saw a pussycat. <laughs> 猫ちゃん。日本語だと悪い猫じゃんめっていう決めぜりになってるんですけど、英語だと I thought I saw a pussycat が、I t h o h t I tow a p u s s y cat ってなるんですよ。 でもなんかやっぱすネイティブに聞こえますね。<laughs> <laughs> <laughs> 不思議だな。キャラクターで言うとそういうのいますね。あと、ビッグバンセオリーにも R が言えないキャラクターいますね。<え>あ、クリプキーこ。R が言えないとどういうふうになるんですか例えば、I was running around っていうと、うん、I was one in a wound ってなるんですよ。え ?W? そうです、そうです、そうです。うわぁ。それパッて言われて、あこの人 R が W になってんだなっていうのはもう めちゃくちゃ分かるんですね子供の頃からそういう人がいたりしたり、はい、テレビでそういうのがやってたりするからあ、このパターンね、みたいな。なそうですね、子供の頃、周りにいたし、だから、日本語その 1&1 のクレプキーってキャラクター、日本語だったら、来イ郎さん、 まあねみたいな風になるんですよど路列回ってないみたいな <laughs> いやでも通じちゃうな形さえ似てればやっぱりある程度似てれる母音が一番大事な気がしますなるほどね母音は変わらないっていうことですもんね変わらないですねそこさえ抑えて、うん でアクセントの位置さえ抑えれば割と通じるっていう、うん、この前あの英語先生すごい面白いこと言ってた人がいて、はあ、英語はアクセントの位置がめちゃくちゃ大事で例えば「ベ e n デ s d a y って言ったら英語しゃべる人は水曜日に全員集まるっていうことそうですねレストランで「バスケティ」って言ったら <laughs> 絶対みんなスパゲッティのことだと思う, <laughs> う、ね、だけど「バスケティ」って言ったら「 はい、絶対スパゲッティのことは思わないみたいなことを言ってた人がいてでゲー,リーってこのうんこのアクセントが大事なんだっていうことを言ってた人がそれがすごい言えてるなっていうか100%そうだと思います<う>昔の映画の映画名前タイトルなんだかな<う> I am Swedish っていうすごい有名なスリッパるんですよね <laughs> みんな真似してたんですけど、ね、<laughs> ただそれしか言わないみたいなっていうのがあったりとか逆にコックニーアクセントとかになるとアクセントの位置がちょっと変わってたりするので うん、あとその伸ばすのはすごい伸ばすけど伸ばさないとこはめちゃくちゃ縮ませるとかってなるとやっぱ聞き取れなくなるんですよ。僕大好きなシリーズで「レッドドアーフ号」ってご存知ですか <laughs> ていうか僕も全然もの知らないんですけど何でも知ってますよね。<laughs> なななんて病病気なんでで病気す <laughs> <laughs> もう人生で一番好きな シリーズがこのレッドドワーフ号 BBC のコメディシリーズで主人公がもうコテコテのコックニーのアクセントなんですよ何言ってるかわかんなくて <laughs>、えー、当時僕シーズン6まで持ってたんですけど6シーズン全部見ても最後まで何言ってるかわかんなかったんですよ、まあ、そうなんですね、はあ、ヴィンダルーってあのカレーでしたっけヴェンダルーカレー であるんですけどその、うん、ヴィンドルーがすごい好きで主人公がでもそれヴィンドルーっていうああ<ー>はいはいはいぽい強いわ <laughs> かんない<笑><笑>そっかそこがやっぱ変わるとい 掴めなくなくくっっててるとことでですね 2>, で2週目になってやっと聞き取れるようになって今はもうコックにアクセントをもうバリバリ聞き取れるようになったんですけど <laughs> なるほどいや面白いっすねこれなんかマジでラジオみたいで最高っすね,いいすねうちのチャンネルで毎週水曜日ラジオやってるんでよければ、はい、そちらがよければいやもう全然、はい、いやありがとうございますいありがとうございますはいではまた会いましょうはい、はい、ではまたです